どうも、ナトです。ひまわり祭りということでね、ちょっと季節が遅いんですけどひまわり祭りに来たんですが、悲しいお知らせです。タイヤがパンクしました。少し前ね、ちょっとすれ違いに無理して橋に寄せたのがいけなかったみたいです。レガシーの場合はこの後ろにねテンパータイヤが入ってます。これまずこれを取り出しましょう。はい、ジャッキポイントです。ここね、印があるの分かりますかね。この印の間にかけましょう。そうでないところにかけるとここの縁がね割れてしまう。やりましょうか。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、本当言うとね、砂利にこんなことしちゃいけないんですけど、めり込んだりね、車が倒れるってことがありますから、なるべく避けてください、こういうことはね。揚げる前にまずナットを緩めてください。揚げてしまうとね、タイヤが空回りして、緩められなくなります。かなり固く締まってるんでね。ちょっと荒技がいるかもしれません。ここのネジはね、ぎゅーってびっくり、おっかなびっくり締めたり緩めたりしてはいけません。特に緩めるときはインパクトガツンと緩めてください。そしたらパッと緩みますから。はい、取れました。ラスト1個は取れましたんでタイヤを外します。これね、コツですけど、ここタイヤがねギリギリ浮くぐらいで、浮くか浮かないかぐらいでやってください。そうしたらね楽です。はい、外れました。はい、後ろから出してきたテンパータイヤです。ちょっと低すぎたかな。もうちょっと上げましょうね。もう1センチぐらい上げれば入ると思います。はい、手で締めました。まずこれはめた後はね、足でこうやってクッと押さえて、まず下をね入れてください。下を入れた方が楽です。下を入れては上を入れる。で、まあ、全部手で締まるだけ締めてください。でここからはさっきとの手順と同じです。でタイヤがギリギリ接地するぐらいまで、下ろして、それから本締めをします。で締めた後に、完全にジャッキを下ろすようにします。ありきたりすぎる話ですけど、ナットを締めるときはこう丸く締めるんじゃなくて星型に締めます。こう対角線にね、締めていきます。まあ右でも左でもいいんですけど、対角線になるようにして締めていきます。まあ、圧力のバランスを取るためなんでしょうね。そこは気をつけていってください、ね、締め付ける強さっていうのは取説に書いてあります。多分ね、何ニュートンとかって書いてあると思うんですけど、ちょっとフラフラしてますけど、装着が、終わりました。ビデオとか回さなければね、15分あればできると思います。そんなに難しい作業ではありません。タイヤを持ち上げるのがちょっと近いますけどね。まあ、女性でもこれなんとかなります。両手でねやればなんとかなります。はい、JAF 呼んでもね、これ代わりにしてくれるだけ待ち時間がもったいないんでね、ぜひね、こういうのはというか、まあ、このくらいのこと、ネジタイヤ出してきてネジ外して付け替えるだけですから、ちょっとね練習してやってみるのもいいと思います。それじゃあね、はい、肝心なことを忘れてました。テンパータイヤはね、フロントにつけちゃダメなんですよ。だからね、ブレーキで前荷重がかかったりとか曲がったりするときにね、荷重がかかりますから、後ろのタイヤを前に持ってきて、後ろをこれテンパータイヤにしなきゃいけません。うっかり忘れてたので今からやり替えます。外すときはね、足で緩めると緩めやすいです。怪我しないようにね、踏み外して
締めるときはね、足で締めちゃダメです。締めるとき足で締めるのは締めすぎです。まあいくら手で締めるのか自信がないからって。押すときはね、緩める瞬間に力を加えて。工具ってよくできてね、このちょっと短めな感じですけど、これで締めるとちょうどいいぐらいにね、寸法になってるんですよね。考えられて作ってます、作られてます。